안녕하세요, 연사모 TV입니다. 今日はね、イーマートっていう大きいスーパーでどんなものが売ってるかとか、いろいろと見ていきます。行きましょう。10時から10時まで。昔は11時までだったんだな。1階は家庭用の商品が売ってます。今日はね、地下の食材とかちょっといろいろお土産コーナーみたいなのも見てきます。ケーキ文化がすごい発達してて、スーパーの中にね、こんな可愛いケーキが、アイスケーキか、いっぱいあります。どれも可愛いね。見てこれ、お尻だウサギの。地下1階行きましょう。日本とはだいぶメニューが違いますね。あの紫色が気になるね。韓国のスタバのケーキは大きいな。結構美味しそう。あのね、クロッサムティーとイチゴの牛乳ラテみたいなの頼みました。でフラペチーノとかはあんまないんだけど、実は変わったメニューがたくさんありますよ。見てこれ、めっちゃ大きくない？これベンティーサイズよりもっと大きそうで、このサイズしかねないんですよ。ブロッサム紫、これお茶なんだな、不思議な感じ。チャルモッケスミニだ。練乳飲んでるみたい。あ、これ混ぜなきゃダメだ。ミルク自体はねめちゃめちゃ甘いんだけど、いちごはすっごい酸っぱいから、甘いの飲んでから酸っぱいの飲んだから結構ねいい感じです。混ぜると美味しいわ、すごい。あとね、これ見て分かるんだけど、果汁がめちゃめちゃたっぷりなんですよね。これがブロッサム。すごいね、これすごいスースーする。ミンティア飲んでるみたい。このブロッサムティー、ブロッサムが6300ウォン、ポンタルギラテが6900ウォン、6900ウォン。今からイーマートの地下に行ってきます。ショッピングの続きをしていきます。ここが地下1階です。これ木工萌え萌が좋아요、皮膚安定コラゲヌ、皮膚되게좋아요、皮膚보습에도좋고요、그리고뭐요틴도가있는거는손톱이나우리팔에게그런데도굉장히좋고요。このコラーゲンは肌だけじゃなくて膝とかにもいいそうです。この2つですごい人気らしいですよ。すごいね。え、パスタソースなんか売ってる。見てこれ、パスタソース。パこれコチュジャン、辛いコチュジャン。いやこれはちょっと縁がなさそうだな。いや、スプライトは6つで1つついてきますよ。で4320ウォン。うん、これね2つで1つ。え、もがちゅちょんへよ、ちゅちょんあんごもよ。あ、よごよ、くっちょ、ちょうどくろけせんがけよ。아네네맞아요근데생강전은일본도많이있으니까네네그렇게했어요감사합니다물코나코코넛의음료
飲み物のコーナーです。飲料コリアンリキュール、ソージュ、わあ、マッコリコーナー。マッコリってこんなんだ、ね、栗のマッコリはね、この人あんま飲まなかった気がする。プサンマッコリがね、美味しかったんだな。ファイオもある、ファイオも。ファイオとね、トニックウォーターで割るのが美味しいんだよな。ファーラン、こんなちっちゃいのもあるんだ。チャミスン、ジンロ、チョンチョロン。やっぱ日本よりもちょっと安いね。でっかい、こんなのあるんだ、大きいやつ。チャミスでいこう。国産メクチュ、ビールがこのサイズだと安いよな。4840ウォンで 1.6 リットル。テラー、テラーもね、カスも、カスね、カスも、あとクラウドは、まあ、クラウド、クラウドでいいんや。ここらね、大体ほぼ同じ味で軽いんだよな、その味が。だから飲みやすいんですよ。このテラー、テラーのメクチュでアルコールが確かね 4.8 だった気がするな。あ、これ書いてないかな。 4.6 だ。シューズフード、こういうね、これ冷凍品コーナー。こういうのが麺とかね、丁寧に上にも日本語書いてあります。スタッフの方に人気があるラーメンを教えてもらってます。辛ラーメン、あ、し、よくし辛ラーメン人気もあるよ。おー、あ、ゲッティで、あん、あんま、あん、あんめん、あ、で、で、で、あんめんごよ、で、で、あんめんごのあんめんじゃん。ラジャミョン、すっごいいっぱいありますよ。あ、ジャパゲッティ、最近あったよ、これね。ジャパゲッティ、ジャパゲッティ、多分ジャジャミョンとスパゲッティを混ぜたよな。ジャパゲッティ今ね流行ってる。このね、ジャパゲッ、このジャパゲッティがすごいおすすめってお友達のヒリンが言ったので、もうヒリンコマを行こう。これを買います。ジンラーミョンのすんまし、これもね辛くなくておすすめですよって。こっかいこん、ポッドチップス美味しそうだな。いっぱい売ってる、こっちもすごいね、大きいな、すごいね、いっぱい種類があんね。海苔のコーナー、あー、7480ウォン。うまいっすよ。で、今スーパーでは12000ウォン以上食べ買うと親戚グループのとこで使える、2000ウォンのチケットをもらえるそうです。やっぱ派手に見たらいい子だ。この可愛いね、ジュースなんだけど、これは子供のためのオーガニックのジュースなんですよ。で、ね、さっき今飲んでみたんだけど、ちょっとね、大人が飲むにはどうかなって感じだけど、このオーガニック志向で健康志向な商品がね、韓国のスーパー今増えてるんですよね。だからここの、ここかな？で、後ろのこのコーナーね、全部オーガニックコーナーなんですよ。
今とめちゃめちゃ大きい。何買っていいか分かんない。今日でもやっぱ平日だから、休日だから人多いね。今日買ったのは海苔と、海苔とこのラーメンとか、だから三下段の素かな。あとお茶ね、お茶とお菓子とかあんま食わないからね。